どうもー、世界が少ない100億人からこの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、どうも、はい、昨日もない一日打って、今日もまあ一日打っていこうと思ってるんですけど、はい、昨日僕一日打ってね、かなり疲れて夜寝ようとしてるんで、うん、あなた前横で、うん、ずっとなんかフリーザの真似してうるさいですよいやなんかフリーザの真似してちょっと動画撮ろうかなとか悩んでて、ずっとモノマネしててうるさくて寝れねえわちょっと練習してたんですよ。いや、ね、少しだけね、うん、しかも僕の方が上手いからね。出た、僕の方が上手いですからね。言ってごらんなさい、やってみてごらんなさいよ。じゃあ、えどう、先やってみてよ。じゃあフリーザの、うん、いやおなじみの有名なセリフね、はい、上手いかどうかは後で話してください。はい、はい、私の戦闘力は53万です。よろしいですか、どうぞ。キーンキーン、それキーン、確かにこっちに似てた。こっちはなんかね、ハマってんだけどね、うん、そう、こっちはハマってんだけど、小石さん似てますね。小石さん似てると思うね、うん、あとなんか高低差なんだろうね、きっとね、うんうん、たった3人のアリが恐竜に勝てると思いですか似てるねどうなの、お世辞にもって感じじゃないね昨日言わなかったけど山本さん目指して頑張ってください、はい、頑張ります。マロニアル TV に備えるの、僕もう出れるもんだと思うマロニアル TV 知ってんのかな確かにね、はい、まあいいや、行きましょう。はい、はい、行きましょう。頑張ります。頑張ります。はい、どうも。11月6日、バイ。はい。11月6日の結果報告です。です。はい。はい、今日打った決勝、さすがに、もうさっき言ったからさすが覚えてますよね。さすがに覚えてる。はい、よかった。なんですか？あ、おお。朝一からまず窓まぎ打ちましたね。昨日打ったらですね。昨日打った、はい、そう、全く同じだよね。はい、打ちました。窓まぎ行って。うん、窓まぎの後に、うん、ケージをちょっぴり座った後、うん、北斗エイトに行きました。そうです、はい、覚えてた、よかったよかった。窓まぎ結構打って当たったのに忘れてましたからね、うん、さっきまでね。いや、よかったよかったいや、ほら、もう過去にこだわんない人だからさ、うん、今しか見てないから。あ、ね、うん、今も結構サボってましたけどね、なんか時短割で電柱溜めずに終えたりとかそうそうそう、あれはね、いろいろそうあれはね、今日一番やったなと思って知ってます、それはすいませんでした。いやいや、まあ、とは言ってもですね、うん、まあ僕も今日ちょっとね、打ち方ね、だいぶ集中力欠けてた、正直。西村さん多分見てなかったかもしれないですけど、うん、1500発獲得した時にまだアタッカー開いてない、だいぶ前からちょっと打っちゃったりだとか西村さんはまだいいですよ、それはまだ慣れてないですから。まあまあまあ、まあ、僕がこれしちゃいけないだろうっていうミスを結構僕自身もしてたんでね、うん、いつも偉そうに言ってますけどちょっと今日僕も反省しなきゃいけないなっていうのはありますね。あ、はい、それやっちゃいけないよ、やっちゃいけない、うん、そうですね、ほんとすみません、うんうん、プロでしょ、プロですね、パチンコで飯食ってるんでしょ、教える立場なんでしょ。そうですね、ダメだよダメだよ、はい、うん、ね、うん、だから今日負けちゃったんだよ。そうなんですよ、今日ね、マイナス2万1000円ぐらいでしたね。でしたね。いや、今日もマイナスね、2日連チャンちょっと聞くな途中まで、だってマイナス2万7千個ぐらい相当し、うん、2人ででしたからね、うん、現金に換算したら10万8千円マイナスってところまで行ったのにくそー、悔しい、悔しいよな、悔しいそのまま大負けしてればネタになったのに、そっちかそっちか、悔しい、中途半端に巻き返して悔しい。まあなあ、確かにな、巻き返せな、巻き返せな、勝てばよかったんだけどな。いや、本当ですね、うん、中途半端に負けちゃったから、うん、10万8000円ぐらいマイナス、まあ相当ですけど、時に、うん、どう今日大泣きしてわみき散らそうかって考えてたのに、はあ、なんとも中途半端だね
いやいいと思いますよ、いいと思いますよ。まあ、よかったですね。リアルですからね、うん、まあ、茶番劇のためにやってるわけじゃないですから、うん、そうですよ、ね、生をお伝えしてこそですからね。はいはい、うんうん、いや北斗エトレね、いや最後の最後に僕時短2回また引き戻し連続とか、あれすごかったよね、うん、まさかね、うん、うん、まあよかったね、楽しい楽しいね。でも釘もねちゃんと回ってる台選んでるはずなのにね、うん、なかなかね思うように結果が出ませんね。そうですね、収束してほしいもんですな。ですな。北斗糸は27、うん、ベースぐらいありましたもんね、2台ともね。あったあった、うん、窓巻きもね24あったからね。そうです、 24.5 ぐらい、うん、そうそうそう 4.5、うん、まあ25欲しいんでね、ギリギリちょっと足んなかったなって僕が求めてるのには、うん、うん、まあ、追っても良かったっちゃ良かったですけどね、まあ、まあね、うん、まあ、まあ結果ね、北斗エイトが27回ったから、うん、そっちの方がね、まあいろんなことできるし、うん、まあ、いろんなこと今日だいぶちょっとまずいこと言ってるような気がするんで、ちょっと、ちょっとカットしといてください、今日は。ちょっとすみませんけど。あ、本当？あ、今日はあ、はい、あ、P とか言ってください、P とか。P P まだ見たことないんで。P 見たことないの、はい、じゃあ P 入れようか、じゃあ。P とバキューンとピーと違う。ピーでいいんじゃない？ピーがいい。はい。はい。ということで僕もちょっと切り締めて頑張っていきたいと思いますので、うん、明日が福祉の最後です。ですね。ラストだね。はい。打つのがね、打つのが最後ということで、はい。この2日でだいぶ負けてるんで、明日は、もう贅沢は言いません。うん。20万2人勝ちましょう終わりましょうね、はい、優秀の美を飾って、はい、福島しおりをと、しおりと行きましょう、行きましょう、頑張ります、はい、頑張ります、はい、じゃあ、バイバイ、チャンネル登録